板倉勝清は、幕末の大名、備中国松山藩七代藩主。板倉宗家十三代当主。江戸幕府の創社版、寺社武用、老中主座を歴任した。文政六年一月四日、道のく白川藩主、松平貞長の八王として生まれた。天保十三年、第六代備中松山藩主。 イタクラマ職の婿養子となり、加盟2年うるう4月6日に、養父の隠居に伴い備中松山五万国の家督を継いだ。農商出身の養命学者、山田報国を抜擢し、藩校優秀官の学頭とした。報国の助言のもと藩政改革を行って、徹底した倹約により、財政を改善し、植産工業で藩の負債をなくしただけでなく、余罪をなし、 軍政改革にも着手することができた。安政4年、この反政改革が評価されて幕府から創社版権事社奉行に任じられた。しかし、安政の大国で、良い直助の強圧すぎる処罰に反対して、寛大な処置を行ったため、直助の怒りを買って、同6年に悲鳴された。直助死後の文久元年、再び創社版権事社奉行として惑星に復帰した。 翌文久2年には老中に昇格し、混乱する幕末政局の安定化に努めて、東前寺事件に対処し、十四代将軍、徳川家持の上落に随行した。生向き事件の賠償問題や、公明天皇から受けた上位直命の遵守が不可能であった問題などから、一時は老中職を罷免されたが、慶応元年に老中に再任された。第二次長州遠征では、 長州藩への観点論を主張したが、知りけられた。家持没後も、十五代将軍、徳川義信から厚い信任を受け、老中主座権会計総裁に選任された。そして、幕政改革に取り組む一方で、慶応三年、前都佐藩主の山内と義重が権限した、大政奉還の実現にも尽力した。戸見の戦い敗戦後は、と共に、大阪におり、 姫路藩主の老中、坂井正氏、藍津藩主、松平片森、桑名藩主、松平佐明と共に、海洋丸で江戸へ退却した。新政府は、岡山藩に、錦のお旗を渡して、備中松山藩討伐を命じていたため、勝つを不在の松山は苦境に陥った。留守を守っていた報告は、長州が攻めてきた場合には、戦うつもりだったが、 朝敵とされてしまったこともあり、松山の領民を戦火から救い、板倉家を存続させるためには、松山城を明け渡すしかないという考えで反論が一致した。勝清と嫡男の万能心は、江戸から戻れなかったので、勝清は強制的に隠居させたことにして、仙台小職の重邸にあたる勝室を養子として、新たな当主に迎え、投降して官軍方に倉替えした。 松山藩は岡山藩の管理下に置かれた。そこに、賭場、伏見から熊田あ率いる松山藩隊150名が、備中玉島に帰還した。岡山藩は、熊田の指揮を要求し、それを知った熊田は慶応を4年に1月22日に自陣して果てた。これによって、松山は最終的に戦火を免れた。一方で、江戸の勝家は、 吉信が朝敵とされたことから1月29日に老住職を辞し2月19日に筆則処分を受けた3月には下津に日光さんに兵居となったさらに新政府によって宇都宮藩に移され延元寺に軟禁されたが宇都宮戦争で大鳥圭介率いる旧幕府軍によって解放され同じく老住経験者の小笠原をさ行と共に 奥越列藩同盟の参謀となった。勝清きが同盟軍と行動を共にしていると知った、明治政府は態度を降下させ、松山藩は震え上がった。明治2年2月、江戸海上で戻った嫡男の万野心を、宇都宮の官軍に引き渡すが、勝清自身はなおも抵抗を続けた。勝清は、貞だやおさゆきと共に、旧幕府軍の一員として、五稜郭まで転戦し、 同行した松山藩主も新選組に加わって、肘方都市の指揮下で戦った。これを好ましく思わなかった報告は、松山藩主を知人のプロイセン商船に乗せて、函館に派遣し、勝つきは半ば強引に東京に連れ戻された。報告は勝つきを外遊させて、ほとぼりを冷まさせるつもりだったが、藩内では財政状況が思わしくなかったことから不満が出て、すぐに、 明治政府へ自主、謝罪するように求めることになった。明治2年5月25日、帰郷した勝清は翌日辞訴した。8月15日、長男、勝明と共に、同族の治める上野安中藩に預けられて、終身金固刑となった。翌月、二万国原報されながらも松山藩は再考され、岡山藩による占領は終わった。明治5年1月6日、 特使により赦免された。勝清は、報告と、勝室を慰労し、勝室が、自分や家臣たちに遠慮して、家督を、勝明に譲ることのないように指示している。1875年に、高橋で報告と再会した。晩年の1876年に、上野東照宮の士官となった。また、勝室や三島中州、川田王校の協力を得て、 第86国立銀行を設立した、1889年4月6日、東京の指定において死去した、去年66、日付イコール旧歴、板倉克与造大河ドラマ小説映画年表について、ありがとうございます。